はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、ヤスでございます。白血病と予防生活の気晴らしにね、車の中から動画を配信していきます。この動画でね、白血病が患ってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信の機会にですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、まあタイトルの通りなんですけどもね、視力が落ちております。まあ、それもこれもね、昨日からね、その大阪はね、めちゃくちゃ寒くなって、まあ、それと同時にね、もう乾燥もすごかったからと思います。もうね、目が開きません。あ、今は開いてますけど、昨日はね、ほんまにね、あかんかったんですよ。ほんで昨日はね、その風も強くて、ほんまにね、そのすごかったんで、その洗濯物をするときにね、ベランダに出ただけで目が開けれません。もうね、メガネのね、隙間から、このメガネの隙間からね、風が入ってくるのでね、もうメガネの上からね、かける風よけのね、ゴーグルをね、まあ、以前お話したんですけども、まあ、僕リメイクしてね、それをしながらね、洗濯物を干しました。だからね、めっちゃダサいんですよ。だから近所のお母さんたちから見たらね、まあそこの旦那さん、頭おかしくなったんちゃうかなってね、思われるでしょうね。でもそれぐらいしないと、外に出れないぐらいね、目が痛くなってとかね、ほんまにそれが現状なんです。その目の傷がね、まあほんまに回復してない気がするし、今回のその乾燥とね、強風でさらにね、悪化してしまったかもしれません。これあかんわってね、思ってね、その目薬さしまくってね、まあ、とりあえず乾燥からね、目を守ることに必死でした。でもうね、ほんまにね、目が見えなくなる恐怖というのはね、僕の中のその人間のその人体のね、恐怖ランキングではね、結構上位になりますからね。でもまあおかげさまでね、何のおかげさまか知らないですけども、今日はね、昨日と比べては、まあ、風も穏やかで、まあね、その気温は変わりませんけども、その体感温度っていうのはね、そこまで低くは感じられません。まあ太陽がね、出てたからかもしれませんけどもね、まあいいタイミングでね、雲に隠れてしまって、思いっきり曇り空になってしまってますけどもね、もうほんまに何でしょうかね、そんな感じで、まあ、目がね、非常に痛くなったタイミングでね、今日はね、通院の日なんでございます。しかしね、今日はね、眼科じゃなくてね、歯科です。歯医者なんですわ。ねえ、この流れできたら眼科やろうかと思うんですけどもね、まあうまいこといきませんね。先週のね、その銀歯、こっちか、銀歯のね、を入れてもらったタイミングで、親知らずの詰め物もね、その、まあ、修復してもらいたかったんですけども、消毒液を含ませたコットンをね、こう詰めて、まあ、仮蓋をするというね、まあ、応急処置でね、終わらせられてしまいました。応急処置でね、終わったんですけど、まあね、今回の仮蓋がね、いつもよりね、マサってね、頑丈なんですよ。まあ、冷たいね、お水でうがいをしてもね、染みることなくね、その食材を噛んでも痛くないし、その食材も詰まることがないので、まあ、このままでええんちゃうかなってね、思ってしまうぐらいね、めっちゃ頑丈なんですよ。麻酔をね、何発も打たれた回がありましたね。なのでね、まあ今日はひょっとしたら、まあ、親知らずがね、頑丈やから、このまま放っておかれて、進行が、まあ、ゆっくりだね、他の虫歯にこう取り掛かってくれるのかもしれません。まあその今は痛くないのでね、まあそれはそれでいいんですけども、そのうちにその親知らずがね、まだ痛くなってくるかもしれないので、まあ、なんとかねしてもらいたいもんなんですよ。でもまあ他の科でも言えることなんですけどもね、結構このお話はね、何回もしたことあると思うんですけども、その病院ってね、今のこの瞬間に痛みとか違和感とかがなかったらですね、何もしてくれないんですよね。これなんでなんでしょうね。もうこれほんまに永遠なんかわからないんですけど、もうずっとね、ほんま疑問に思ってるんですよね。まあ、この例えばね、先を見越して、こうしましょうとか、ああしましょうとかってね、やってくれないじゃないですか。やってくれませんよね。特に外来ってそうですよね。入院中やったらね、おかしくなった瞬間にですよ、ナースコールをバーって連打したらね、すぐにバーって結構駆け込んできてくれて対処してくれるんですけども、外来であれば、その病院に来ることができるだけの元気があるから、そこまでなんか優しくしてくれないんですわ。でもまあ本来ならね、その病院に来る時って何とか解決してもらいたいからこそ来るじゃないですか。まあ、僕らのようなね、その経過観察の通院であればね、何にもなくてもまあ来ますけども、でもそんな僕らでもね、まあ時にはですよ、以前のその帯状疱疹でね、その激痛に襲われたことのようにですね、その瞬間に何とかしてほしいっていう、その思うことだってあるわけなんですよ。それが今はね、その歯とね、目なんですわ。
とこの今流行ってるこの新型ウイルスがなかったらですね、そのいきなり電話してね、無理やりでも行きますけども、えらいもんが流行ってしまいました、ほんまにね。だからもうそのおかげでね、皆さんもマスク生活でしょ。まあ僕はね、その入院し始めてから一生マスク生活し始めてますけども、でこのねマスクあるじゃないですか、マスクね、マスクっていうのがあのきっかけで皆さんのね虫歯が増えてるという事実もあるんですよ。まあ、ソーシャルディスタンスでマスクでね、まあ、人とも会わへんし、会話がなくなっているのでね、唾液の分泌がね減ってるんですよ、皆さんの口の中がね。それが原因なんです。まあ僕はね、そのなんていうんですか、動画、こうやって動画でね喋ってるので、病気でなかなかその唾液がね出ないなりに頑張ってこう分泌させておるんですけども、病気によるその虫歯の進行具合がねこの程度で止まってくれてるかなとね、前向きに考えております。あ、そうそう、マスクの質問が来てたんですけどね、僕外で撮ってる時とか、まあ、今までもそうなんですけど、マスクでメガネが曇るからどうしたらいいですかねっていう、なんかいい方法ないですかってよくね聞かれるんですけどもね、僕マスクのね裏側にね、見えるかな、こういうスポンジ、マスクのね内側にスポンジを、マスク用の鼻の頭の形になってるスポンジをねつけてるんですよ。何回スポンジって言ったんでしょうね。これね、僕は100均で買ったんですけど、今売り切れてて100均でほんまにないんですよ。どこ探してもなくて、ほなねドンキホーテ売ってましたね。家の近所のドンキホーテ2個あるんですけども、それの 1個のドンキホーテに売ってました。だからああいうね雑貨屋さんとか、なんかディスカウントショップとかっていうんですかね、生活雑貨のところに行ったら置いてますし、まあドンキホーテにもよりますけども、薬局の入ってるドンキホーテあるじゃないですか、そこに行ったらありましたね。10個は入ってないかな、10個入りで200円ぐらいかな。だから結構使えるんで、僕はこれを鼻の頭につけて、空気が出ていかないようにね、上からファッと出ていかないようにしてます。ほんで息苦しくないようにするためにもね、もう一個あるんですけどね、これ知ってます？これをね、こうなんかね、こんなプレーが趣味なわけじゃないんですけど、これをしてからマスクをすると、このままね、例えば息をめっちゃこうハー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 息吸って吐いて吸って吐いてって思い切りしたらね、ペタって口にくっつくじゃないですか。これしてたらね、くっつかないんですよ。だから女性の人やったら口紅をしてるのがこうマスクの内側について嫌やっていうのが、これをしたらマスクにつきません。でもね、これをこうするでしょ、んなら取ったらここのお化粧多分取れます。僕は普段ねお化粧しないから、ここにのお化粧取れたことないんですけども、多分取れますね。口紅は取れへんでしょうけども、ここのファンデーションとかは取れるんで、どうかなと思いますね。まあそんな感じでね、そろそろ時間やから行ってきます。またね、その希望通りに行くかどうかは分かりませんけども、またこの今日のね結果はね、またね明日の動画でねお話しします。そんな感じで今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。